6月6日月曜日、一神殿中野にある私立三重短期大学で、災害時に支援活動や広報活動を行う学生機能別団員の辞令交付式が行われました。私立三重短期大学では、平成25年度から毎年学生機能別団員として津市消防団に学生が入団しています。今年度も1年生22名が新たに加わり、災害時における避難所での応急救護、物資配布などの支援活動や各種消防講習会の支援、広報活動を行います。この日の辞令交付式では、松島昇消防団長から一人一人に辞令が交付され、新団員らは名前を呼ばれると大きな声で返事をし、辞令を受けていました。これにより津市消防団の学生機能別団員は新団員を含め総勢45人となりました。辞令交付式の後、松島団長は今後起こりうる大きな自然災害の中で、学生機能別団員での経験は将来にわたって必ず役に立ちます、消防団員の知識と技能を身につけてもらい、地域のために生かしていただきたいと思いますと訓示を行い、その後三重短期大学東福寺学長が、南海トラフ地震の発生が予測される中で、皆さんのような消防団員がたくさんいるということを大変心強く思います、初心を忘れずに頑張ってくださいと挨拶しました。今後団員らは7月24日に津市モーターボート競争場で行われる津市消防団夏季訓練に参加し、心肺蘇生法や AED を使った訓練を行うとのことです。